はい、X 線の、電あれですね、ワットをゼロにしてから30分経ちました。そしたら X 線の電源、 X 線ソースコントロールをオフにします。でこれで X 線は終わり。でこれでもう一応終了ですね。であとは、まあ、今だサンプルが中に残ってますんで、それを次に、やりたいと思います。